で、背低いやつ、小学校時代足速いし顔かっこいいやつ多い、カイシです。シュガーソルトです。それ自分のことじゃん。え、自分のことやろ。それでやっぱね、小学校の時ってやっぱ足速いやつ背ちっちゃいよね、やっぱ。あともう一個ね、イケメン。はい、じゃあ今日は何ですか？はい、今日はですね、今私絶賛女の子の日なんですけれども、ちょっとこれをね、やっぱりカイシ君に体験してもらいたいなって。なるほど。これ結構いろんなカップル YouTuber がやってると思うねんけど。確かに確かに、見たことあるな。そう、カイシ君はね、生理中も優しいんですよ。お腹痛いとかなっても優しいんですけど、でもやっぱりね、一度経験していただいてもっといたわってほしい。私の持ち込み企画なんですけれども、まあこれはね、うん、全国の男の子に見てほしい、うん、ということで本日の企画、彼氏に生理体験させてみた。全員に保険の授業として入れてほしいって言ってる女の子もやっぱいっぱいいるから、なんかそれはね、やっぱできる私たちはやっていこうということでね。まあまあ確かにね、まあ大変そうだなとは思いますけど、好きに一回ね、なんかお腹痛い、腰痛い、なんか気持ちもアップダウンがみたいなのを言いますけど、まあ実際体験したことありませんから。いやいや、そんなに、そんなになんですか。炎上するこれ、ここ。まあ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 、体験できるんであればまあしてみたいですけど、ね、してもらいたいんで、はい、生理痛とか生理前のイライラとか重さとか気持ち悪さとかを全部体験していただきたいと思います。はい、はい、じゃあ行きましょう。レッツ生理整頓。シュガーソルはい、はい、ということで時系列ごとにやっていきたいんで、まずはね、私生理1週間前ぐらいから結構情緒の方がね、はいはいはい、こうバーってなっていくんですよ。メンタルヘラクレスってことですか。あれ、いつも言ったらあれ、これ全然イライラしないのにちょっとイライラするとか、すごいなんかヒロイン気取りな気分になっちゃうそういうのからね、体験していていただきたいと思います。具体的にイライラさせていきたいと思います。じゃあまずイライラ体験をね、していきたいと思います、はいはい、なるほどね、はい。まあ、ひたすら私が赤吉くんが嫌がるような言動をしていくから、うん、まあ、イライラしたら、いやいやって言ってな。かよしくんマジチビやん。え、かよしくんマジチビ。なに、マジチビやし、ブス。確かにチビはチビかもしれんけど、ブスではないよ。見てだって、ほら見てよ。チビやけど、ブスじゃないよ。黙って。え、でも俺が黙ったら YouTube として良くないやん。でもいいから。何、どうした、そんな怒って。生理なんでこっち側やん。あ、じゃあ逆にさ、あれやな、カーシーがモモが嫌がらせるようなこと言えばいいんや。カーシーがモモに今みたいに悪口すごい言って、うん、モモちゃんちょっと最近ベタベタしすぎやで。え、何が？ベタ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 しないし、してるやん、これベタベタしないし。やめて、恥ずかしいやん。何怒ってんの、何怒ってんの、何怒ってんの。怒ってないよ、別に。やめて、ベタベタしすぎじゃない、ちょっと。聞こえまひー。あ、イライラするこんな感じよ。んな感じな。こんな感じよ。ちょっと違う気がするけども。でもこんな感じで。まあまあまあ、でもイライラはしたんで、まあ。いつもやったらなんかノリで返せるようなことが、うん、ノリで返されへんくなっちゃったりとかね。あ、そういう感じになります。ね、これがだいたい1週間前ぐらいから、生理始まるぐらいまでが続くねんな。うん、はい。じゃあ実際、ここからですね、まあ、生理始まってからの体験になります。じゃあ早速なんですけれども、こちら、じゃん！女の子の日には欠かせないナプキンを用意いたしました。うわー、すごい。実際どう？触ったこととかある？いや、ないよ。ないよね。余裕でないでしょ。じゃあちょっと一旦はカイシ君に開けてもらおうかな。ここ開けていい？うん、開けてもらう。じゃあね、開けますね、ナプキン。これテープ使うからビリっていくために。これ？そうそうそう。あ、使うのこれ？ね、例えば今ナプキンつけてるとしたら、それをね、これにくるんで捨てるのよ。あー、このこれにね。そうそう、だから、ね、結構テープは、ね、重要。うわ見て、これはなんか何とも言えない。これがちなみに俗に言う羽根付きってやつね。これ餃子ですか。まあずれにくいやつやね。で、あと一応これ多い日用のやつですね。今日は多い日を体験してもらおうと思って。へえ、なるほどね。ここにね、要するに血がこう垂れていくわけなんですけれども、うん、今日は血はさすがにさ再現できひんから。確かにな。こちらボディクリームをですね、ここに思う存分垂らしていきたいと思いますで、これをカイシ君に実際つけてもらいます。なるほどね、うん、ここにかけていくってこと。そう、いきます。はい、
これ伸ばしていきますね。キモ。こんなのまだ序の口よ。もうやばい時なんてこうお尻までビヨンって出てるんだから。本当に多い日の。うわ、ガチキモい。キモい言うな。女の子はみんな頑張ってるんです。まだまだ追加しちゃいまーす。マジやばいよ、べちょべちょ。これをね、うん、女の子は毎月に1週間ぐらいあるんやからな。はい、じゃあ今からですね、これ、かいしくんに実際につけてもらいたいと思います。じゃあ、つけますね。うん。じゃあ、ここでやばいじゃん。カメラ外にしろ。カメラが当たり前やろ、こんなもう。なんでこんな映せんわ。いいやろ、別に。よくね、誰が思うねん、こんな下半身丸出しのやつ。おかしいな。おかしくないやろ、普通に。普通に考えてわかるやろ。うわ。よし。つけれる、それ。何がシュールだな。うわぁ。ちょ、待って、大丈夫、違うよ、これ。ここに、こう。ああ、ああ。これを履いてもらいます。すっごいいいリアクション。こちらに来てもらってどう？これ座って平気なの？これで座ってんねん、女の子は。立ったり座ったりするたんびに出んねんから血が。うわ、ちょっと待って、キモい。これでずっとあんな平然な顔してるよ、みんな。そうよね。こっからさらに増築されていくわけですから。あの血だけの体験でいうと、これここにさらに腰痛、腹痛、ひどい人は頭痛とかも来たりとかして、もうこのまんまの寝たきりですよ。それでね、そんな血たらたら垂らしながらよくもまあメンタル崩壊するわけないじゃないですか。崩壊する崩壊しないわけないじゃないですか。だからまあそれも相まにこうちょっとなんか情緒不安定になるわけですよ。キモい、シンプルに。こんなとこがさ、こんなゲチョゲチョになるさタイミングないやん、男は。そうやな、おもらしとかしたら。おもらしだってもっとなんかさ、こうただ濡れてるって感じだけど、マジでなんかベショベショするの。でも触んないでほしい、もん何にも。もうなんか動きたくもないし。はい、あの血の体験はこうなるんですけど、さらにね、生理痛とか重さもね、せっかくやったら味わってほしいなっていうことでマネになるんですけど、まあいろんな YouTuber さんが体験してた方法で、今回は赤石くんにねそれを体験してもらいたいと思います。じゃあまずなんですけれども、生理の時の重さ、だるさをあのペットボトルとベルトで、ね、表現していきたいと思います。はい、ペットボトル2個をちょっと背中に背負ってもらう感じになるんだけど、まあ、こういう感じで返してね巻いていきたいと思います。ヒュー。ああ、なるほどね。こんな感じ。あ、重いっちゃ重いな。あー、まあね、これが体の重さなんですけど、はいはい、こっからさらに生理痛をね体験してもらいたいと思います。なるほど。生理痛はみんながあの体験したんですけど、ゴミ箱でやっていきたいと思います。みんなが体験したんですけど、何？ YouTuber さんがね、うん、みんなやったの。ゴミ箱で体験していきます。なんか裏返してここにお腹よりちょっと下をグーって押し付けると生理痛に近い痛さらしい。なるほど。これをちょっとカイシーにやってもらおうかな。はい。じゃあちょっとやってもらいたいと思います。なんかお腹のこの辺、おへそより下ぐらいをグーって押さえつける。お、うん、ああ、重さと痛さが相まった感じがこんな感じ。ちょ、実際ももやってみていい？あ、確かにな。生理の1日目なんですけど、私基本的に 2,3 日目が重たいんで今生理痛ないんですよ。だからちょっとこれ試してみるわ。ほんまにそうか。この、うん、言うてしまったらこの痛さやねんけど、まあもちろんね完全に再現できてるわけではないけど、これの10倍ぐらいは痛い。いや、5倍ぐらい。あー、これの5倍か。結構痛いな。具体的な痛さで言うと、地球の中から殴られてるようなイメージ。ああ、確かにこれの5倍って考えたら確かに結構きついかも。しかもこういう体勢っていうか物理的に味わってるんじゃなくて、何もしてなくてもこれが来るっていうのは確かに結構しんどいわ。うん、うんうん、まあ、今あのほんまフル装備なんで、会社が生理中やし、重さもあるし、痛も味わってもらって常にこういう状態っていう感じ。これをしながら生活してるわけだもんね、うん、確かに辛いな。うん。シュガーソルト。はい、ということで、生理だからって女の子が偉いとかそういうのはないねんけど、この彼氏の顔見たらわかるけど、まあ毎月週に大体長い人やとね1週間ぐらい続くんで、人それぞれやからいろいろあると思うねんけど、それこそ学校のプールとかさ。あ、よくいたな、休んでる子。そう、でもなんか私の学校は生理でもプール入りなさいやっての。なんかそれこそあの生理の人はちょっと遅く行ってプールに水使っとかなあかんねん。なんで？水の中やと出にくいから。
そうなんや。だから生理の人たちは固まって最後にこぞって入って、しかもさ中学まではさ男女混合やったからさ、結構ね男の子とかもおるのに、なんかプールずっと水つからされるみたいな、みんなが外で準備体操をしてる時もプール使ってない風呂や温泉みたいな扱いでもぶっちゃけ私は水村かやから出やんっていうのは人それぞれやねんけど、もうの場合はそれは立証できませんでした。結構出ちゃうからもう休むみたいな感じやってんけど、まあそんな感じ、まあね、男の人の方も言うてもコンディションっていうのがありますから、まあなんか男の人だってメンタルやられてる時もあるし、 100% 生理中の女の子をいたわれっていうのはちょっと難しいと思うねんけど、まあお互いねそういう気遣いができたらいいよねっていうお話です。まあなんか普通にまあカップルだったら、まあなんかこうお互いが生理だからとかじゃなくて、シンプルにこう精神状態が不安定、なんか嫌なことがあったとか辛いことがあったとかの時に気遣ってあげるっていうのを、まあその生理の時にもできればいいよねっていう話で、はい、ということで今日はね、かいし君に生理体験をしていただきました。いかがでしたですか？なんだろう、まあ多分痛みとか重さはぶっちゃけ多分本物より全然弱いと思うんだよな、これ。まあ多分この血の具合が多分一番近しいと思うんだけど、まあでもね、それが一番でも気持ち悪い。なんかこれがずっとって思ったら、なんか俺出かけるのとかも多分嫌になるし、まあこれが月に一回来るって思ったら、まあね、確かにしんどいなっていう感じですね。男子の諸君は周りの女の子を気遣ってあげたらいいかなと思います。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。あからさまにテンション下がっとるもんな、なんかドヨーンって。まあ一回彼氏とかにねさせてみるのはありなのかなって思います。まあこのナプキンがいいわ、ナプキンいいらしいわ、うん、これ多分ね嫌や、嫌やと思う、男子は、はい、ということでこの動画が良ければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。あと無断転載もよろしくお願いします。お願いします。はい、ではまた、バイバーイ。